い、始まりました。村山ひとしのアイドリッパダブル、村山ひとしでーまーす。あ、拍手ありがとうございます。はい、ということでございまして、アイドルご紹介番組です。それでは本日のアイドルさんご登場いただきましょう。それではどうぞー、はい、できてさーい。はい、はい、はい、出てきました。はい、じゃあ皆さん元気に、はい、ユニット名をまず言いましょうか。はい、はい、せーの、バステルジャーカーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ一人ずつお名前教えてください。はい、高校2年生赤色担当の16歳高瀬里沙奈です。よろしくお願いします。イエイ。黄色担当の渡瀬はるかです。よろしくお願いします。イエイ。はい、ピンク色担当の新中蓮です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうね、パステル浄化さん自体はもう長いよね。はい、そうですね、歴史はもう相当長いよね。歴史はすごい長い。あの、僕初期の頃も見てるっちゃ見れているんですけど、むしろ皆さん知らない頃ね。自分まだ小学生だから。あ、そっか。あ、そん、あ、そっか。まだピチピチ16だから。あー、あー、まだわからない。そうか、高校生だね。おー、まあ、歴史があるグループなんですけど、はい、ちなみにこの中で一番歴が長いのは、はい、あ、一番若いのに歴が一番長いですね。はい、高瀬さんが。なるほど。え、この中で一番新人は、はい、あ、3月にデビューしました。あ、この間なんですね。はい、そうです。全然この間なんですね。はい、あ、そうですか。思い返せばもうこの間、はい、これからね、じゃあ頑張っていこうということで。はい、はい、はい、パステルジョーカーさん。はい、これ間に星が入るのね。はい、そうです。パステル星ジョーカーですね。なるほど、それが一番ポイントポイントです。ポイントなのか、ポイントなのか分かりませんけれども、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はね、なんと歌とかバラエティとかね、はい、やっていただきますので、はい、はい、こういう企画はみんなが初めてかもしれない。初めてだよ、初めて、初めてだよ。あ、そうです。どんなことになっちゃうんでしょうかね。はちゃめちゃになりそう。いや、確かに。はい、ね、じゃあ楽しんでいただきましょうかね。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは CM の後、今度歌に入ります。
改めてじゃあお名前どうぞ。はい、せーの、パステルジョーカーです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ一人ずつ名前。はい、16歳高校2年生赤色担当高杉さなです。よろしくお願いします。イエイ。はい、はい、黄色担当渡瀬はるかです。よろしくお願いします。イエイ。はい、ピンク色担当新名可憐です。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあね、いろいろね、はい、お話を聞いていきたいんですけれど、はい、はい、
まあ僕は正直初対面なんですけどね。はい、はいはい、あ、一回すれ違った程度はあるんですけど、あの、まあ、それぞれどういう人なのかっていうね、あの、まあ、見てる人も、に伝えたいっていうためのトークで、なかなかあの9分くらいこうトークすることもあまりないかもしれない、ライブとかだとね、はい、だからね、それぞれどういう人なのか、はあ、高崎さんはどういう人ですか、他の2人から見て。どういう人、グループの中で一番明るくて元気で、うん、もうすごいスタミナがある子です。え、そうね、何がある人、スタミナ今スタミナってスタミナスタミナ、あ、スタミナがあるのね。あ、確かにすごいさっきから元気だよね、すごい、やっぱ、あ、若さが溢れるというか、いや、みんなが若くないって言ってんじゃないですか。まあね、10代だもんね、16歳だもんね。はい、あ、いや、ピチピチやん、ピチピチ。え、性格はどうなの、性格。性格はもう直線的だよね。直線的、もう野生的。野生的。待って待って、それバカって言ってる？言ってないよ、一言も言ってないよ。なんか、え、バカなの？あ、ごめん、担当直人に聞いちゃった。バカです。バカじゃない。おば、でもすごい明るい人なの？明るくて、いいことはいい、悪いことは悪いって、もうはっきりと白黒つけます。結構じゃあそういうサバサバしてるとこもあるんだ。してる、うん、してるね、うん、してるしてる、気づいてない。あ、そうですか。ネチネチはしてないね。そうね、ネチネチ嫌いだもん。あ、だって気まぐれだな。ネチネチしてる感じはないですね。なんかネチネチしてて、あー、あー、何してんねんって思う。多分喧嘩しても次の日にはもうケロッとしてるタイプかな、うんうん、あ、そう、なんか友達とわーって喧嘩しても次の日おはようって言ったよ。おはようって言って、えって言われる。あ、じゃあそういう明るい、スパッ、うん、スパッとした人なのね。スパッと竹を割ったような人なの。かぐや姫かな、かぐや姫かな、昨日やってた。全然この比喩がつつ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 けど、なんとなくわかります。脳がついててない。渡瀬さんはどういう人。ゆるキャラ。ゆるキャラ。ゆるキャラなの。ポザポワポワみたいな。パステルジョーカーのゆるキャラ。え、ゆるキャラでしょ。え、よしよし。自分でゆるキャラですっていうの。まあでもなんか癒しな感じしますよ。あの第一印象だと。あ、そうですか。もう顔立ちのせいなのかもしれないけど、ふわっとしたね、顔立ちされてるから、ね、なんかね、柔らかい顔。楽屋でも、うんうん、ほわーですよ。あ、なんか見てると癒されるよね。そう、なんかおうおう、こうよし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 ってしたくなるタイプ。あ、そうですか。そういう感じのオーラの持ってる人なんだ。うん、かわいいよ。ありがとう。自分ではどう思うの？いや、ん？え？自分でこう自己分析するとどう思う？いやー、そんなポワポワしてるとは自分では思ってないんですけど。自分でポワポワしてるとは思ってないんだ。あんまり。自分ではどういう女だと思う？あんまりなんか、ズバッといっちゃう感じなんですよ。あ、本当？私、ふわふわって感じじゃないんでね。なんかね、その普段はホワホワしてるんですけど、うん、怒るとズバーってなるんですよ。あ、そう。言うときは言うみたいな。怒らしちゃいけないタイプ。あー、あの、なるほどね。いるじゃないですか、なんかクラスにも普段すごいおとなしいのに怒ったらすごい怖い人。あ、いるいるいる。あー。怒ったら超怖いみたいな。なるほど。このにこやかな顔が。うもう、般若になるもんね。そんなことない。あ、そう。でもそれぐらい、まあでも内面はしっかりしてるぞってこと、あの、そうなのかな、ね、かな、そうだよ。そうなの、まあ周りの評価はそうならばね、ね、そうだ、うん。あ、そうですか。え、ニーナさんどうしたザ・乙女。乙女、乙女。、はあ、え、なんかザ・乙女の感じ。それはどういうこと。自分はぶっちゃけ言うと、うん、男子よりじゃん、なんか確かになんか男子より、うん、はいはい、男子だけど、なんか生徒会長とか学級委員とかもうしっかりしてる大人の女性みたいな感じ。全くもう教室とかでスッてしてる方だったから。え、暗いわけじゃないよね。暗いわけではなくて、もうすごい人見知りだったんで、うんうんうん、もう誰とも喋れないみたいな、もう仲良い友達しか喋れないみたいな。嘘こけ、うち初対初めましての時すっごい喋ったぞ。もうね、こっち出てきてから喋れるようになったの。なんなんだ。でも高崎さんガンガン行くからじゃない。喋りやすい、喋りやすい、うん、そんなに当時、うん、行くよ、行くよ。また多分喋りやすいんだろうね。うん、おしゃれです。でも本当はちょっとおっとりしてるのとか、うん、女性らしい
女性らしい。めめしいってことじゃないよね。いや悪口じゃない。女性らしい。女性らしい。優等生タイプだね。優等生タイプ。あ、そうそう。だからもう本当に単純なんで、もう本能でわーって言っちゃうんで自分が。それでさあな、はい行くよって止めるタイプです。あ、そうですか。はい、そっち行かないとか止めるタイプなんです。お姉さんだね。お姉さん。お姉ちゃん。この中では一番お姉さんなんだね。いや、ここ同じ年。あ、一緒だね。同じ年です。やっぱお姉さんっぽいから。あれだね。本当によく言われるよね。なんか他にライブ、他のライブとかで物販してるじゃないですか。で、ここでなんかお客さんと喋ってると、え、あの子一番上ってよくカレンがね、一番上って聞かれるんですよ。なんか思う。まあ、結局一番下なんだけどさ、自分が。なんかここが同い年ぐらいに見えて、ここが一番上に見えるっていう、よくお客さんに言われる。いいじゃん。いいじゃん、大人の女性なんだから。大人の女性いいよね。あの子供にしか見えてないから、子供だけど。私は大人なのに子供だよ。それはどうなの。もうちょっと童顔だからね。そう、羨ましい。童顔、ね、が欲しい。高橋さんキリッとしてるよね、顔ね。かっこいい。もうね、キリッとしてるよ。キリッとしてるのね、悪いのしかないよ。あの高校生なのに、うんうんうん、なんか逆に補導されないんですよ、うん、一緒に歩いてるとこっちが補導される。補導されちゃう。それやばいね。前に渋谷行って一緒に歩いてたら、なんか、こっちは普通に素通りされたのに、すごい春がガン見されてて、あの子高校生じゃないやろみたいな、あいつやばいぞって警官に。あの子高校生じゃないやろみたいな、すごいガン見されてて、春ガン見されてるよさ、えって。そりゃ変になるよ。もう2年も過ぎてんだから20歳から。そうだな。まあでもそれいいことですよね、アイドルとしても ねきっとね。うらやましい。強みですね。じゃあそれぞれでも好きなもん教えて。好きなもの、好きなもの、え、食べ物ですか。食べ物でもいいし、特技とか趣味、特技とかで。え、スタバ。あスタバ。そうね、サナはね、学校帰りいつもスタバ寄るんですよ。あ、そ そうスタバ、なんとかフラペチーノとか。そう、あのキャラメルフラペチーノとか。あとは、あの今、携帯にスタバのカードが入ってて、それで普通にスッて出す。店員さんにも顔見知りが。あ、そうですか。とにかくスタバが好きなの、ね、スタバが好き。え、何好き、はい。食べ物、食べ物です。食べ物じゃなくて何でもいい、何でもいい。アニメ。アニメ、どん、何系。ジャンプ系です。ジャンプ系。わかるぞ。わかる。めっちゃ好き。ドコンジョーガエルとか。いや、そう、ちょっと古いな。あれもジャンプ系なんだよ。ドコンジョーガエルは古いぞ。古いけど、ドコンジョーガエルはちょっと古いかな。まあそういうボケでしたなんですけど。ワンピースとか好きってことかな。そうですね。あ、そう、幽遊白書とか。幽遊白書いいな。見る。ジョジョとか。あ、見ます見ます。はい、まあ、そういうその辺、ドラゴンボールとかね。はい、そうだろうね、大体ね。うん、うん、はい。そうですね、うん、ふわふわとした動物が好きです。ふわふわとしたお餅。動物です。動物。あ、動物。犬とか猫とか。あ、動物ね。動物園行ったらレッサーパンダを最初に見ます。あー、そういうのが好きなんだ。ぬいぐるみとかも家にいっぱいあるタイプなの。あります、みんな名前ついてます。あ、そうなんだ。かわいい。いいね、女の子らしいね。乙女らしいよ。うちだって人形あるけど名前なんてつけないぞ。逆になんか犬猫の餌になるぞ、あれ。餌というか餌食というか、もうボロボロなんですよ。ベッドの頭にスヌーピーあるのに、そのうち半分ボロボロだから。かわいそう。ね、まあ、じゃあそれぞれのね、なんとなく性格も分かったような気もしないでもないですけれども。はい、ありがとうございます。じゃあこの次は企画をやります。はい、どうも。はい、少数派ポージング。大丈夫ですか。今声がびっくりしました。まあ、とにかく少数派ポージングって言って、はい、これから僕はテーマ振ります。はい、で、人と被らないようにしてください。はい、アイドルたらもう、こう個性的じゃないといけないじゃないですか。はい、みんなが思いつくことをやってちゃいやっていうやつですよ。懐かしいね。やばいな。はい、じゃあちょっとその戦場に 一列に並んでください。てってれー。はいはい。で、一回マイクは置きましょうか。いいよ。ちゃんとポージング、はい、ポーズしてもらうために。じゃあね、はい、はい、じゃあまず練習問題ね。じゃあ婦人警官って言った、で僕がポージングって言ったらやってください。婦人警官ポージング。まあ、かぶってるかぶってる。でもそういうテンポでやってください。
はい、こっから本番です。はい、じゃあ行きます。アイドルアイドルらしいポーズとは。はい、行きますよ、行きますよ。アイドルに対してアイドルらしいポーズとはなかなか難しいかもしれませんけども、行きますよ。せーの、アイドルポージング。おーね、かわいい、かわいいじゃないですか。いいですよ、最後に聞きますからねこれは何をやってるんですか。決めポーズです。あ、決めポーズね。ライブ中にお客さんにわーって言ってる時です。あ、いいですね、わーって言ってる。今のは弾けてる時あ、いいですね。はい、じゃあそういうノリでいきますよ。はい、じゃあ続いて、看護婦さん看護婦さん、いきますよ、せーの、ポジ。はい、これは注射です。はい、あのなんか症状とか書いてる、カルテ、ね、カルテ書いてる、カルテ。これはこちら丸々病院でございます。ああ、いい、いいよ、うん、この中で一番良かったです。はい、じゃあ続いていきましょう。ボクサー、ボクサー、ボクシングする人、せーの、ポージングこれは構えてると、パンチしてるところ、ね、さあ、これは次の技を出そうとしてるところいいです、着眼点がいいはい、少数派ポージングという曲をやってます。じゃあ続いていきましょう。テーマ、野球選手野球選手、はい、考えてください。野球選、野球見ますか。見る人、野球やったことはある、野球は。ある、ある、たある。あ、そう。じゃあ野球選手ポージングなかなかきつい体勢でじゃあかわいそうだから最初に聞くね。あの飛んできたボールをミットで、ミット、あのあれで、あ、取ろうとしてる。おお、いい、いい、いいですよ。これはゴロを取るとき。ゴロを取るとき。ああ、一番わかんない。何このセクシーポーズ何このセクシーポーズ。ベース、ベース踏むとこ、ベース踏むとこ。あ、あ、滑り込みで。そうです。ああ、なるほど、わかりました。みんなちゃんとかぶりませんね。じゃあ続いていきましょうか。お侍さんお侍、時代劇とか見てたらわかるかもしれないけど、お侍さん、いきますよ。お侍さん、お侍さん、ポージング。すごい。これ並び、え、これは突きです。こ、あ、刀で突く、突くを突こうとしてるところです。はい、はい、高橋さんは何、あの、切る、切るとき、切るとき、切るとき、もう構えてスタート。あー、なるほど。刀の血を紙で拭くところです。いいね、いいですね。切るとこ、切った後ね。切った後ですね、みんな切るかなと思ったんで。すごい、さすがお姉さん、こう切った後の全体の構成を考えて、素晴らしい。じゃあ最後、ダンディ坂野さんせーの、ポージングダンディ坂野さん、もう答えが一つしかないのをやってみたんですけど、はい、分かりません。はい、じゃあ以上ポージングでした。はい、じゃあ続いての企画をやります。イラストしりとり、イエイ。イラストでつないでいくしりとりをやりましょう。はい、まあね、これは皆さんの画力が見れるから楽しいんじゃないかと思って、か、まあ、壊滅期かどうかはこれからやっていただきながら、僕が最初の人にテーマを見せます。で、もちろん何を書いてるかは
分からないようにするために、あの次の人はあつか帰ってる人以外はまずボードを見ないでください。わかりますかね。はい、はい、見ないで、書いてください、はい、で続いて、続くやつをしりとりで続くものを書いてください、はいはい、うまくいけばぐるーっていくはずなんで、はい、じゃあ、はい、じゃあ一番画力自信のある人からいこう。ここ、あ、じゃあそうそうそう、はい、じゃあニナさんからで制限時間2分間で、10個以上は書きましょう。はい、頑張ります。はい、あ、そっか、マイクは使っていいんだよ。ごめんごめんごめん、はい、渡します。マイクはね、はい、マイク使って、うちらここにいればいいんじゃないの、はい、あ、そうそう、じゃあそうしましょう。はい、じゃあ、出てねー、ペンは持ってて、はい、じゃあ第一問置きましょう。ダダン、ダダダダン、やりたくなっちゃう。これのあのしりとりをこのイラスト描けばいいんですか。これまず最初このイラスト描いて。わかりました、はい、はい、描きます。でお客さんは後で一体何なのかっていうのを答え合わせて楽しんでください。もう描いていいですか。どうぞ描いてください。2分間の間に10個以上描きましょう、はい、でイラストがつながってないところは減点していきます。やっぱりそんな迷ってる時間あるかな。ごめんなさいね。もう30秒くらい経ってますよ。やべえじゃん、やばいやばい、10分経てないよ。急いでください。はい、いきます。でもいいよ、じゃあ急ぎます。はい、どうぞ。はい、じゃあ次の人どうぞ書いて。はい、こっちから来る。こっちから来た。はい、その隣に書いてください。はい、どうぞ。ここに書いてね。はい、なるほど、みんなで、はい、みんなで30分、はい、もう1分ぐらい経ちますよ。日本で10個どこの騒ぎじゃない。 BGM あれ、なんか違う。まあもういいよ、もうとにかく時間あるから10個は書こう。10個は書こうよ、書かないと。すごい丁寧な。もういいや、これ。結構急いでちゃちゃちゃって書かないと。はい、どうぞ次出てきて、はい、画力ない人に求めていいのか。はい、はぁ、まあ今までの流れ見ればこう分かるじゃん、ね、結構急いで書かないと。何時間がないことに気づいた。はい、時間ないよ。分かんない分かんない。分かんなかったら、あの、丸、イメージでいいから、イメージで、なんとか丸、ル、うん、うん、そうそうそう、ル、ル、いいよいいよ。なんだろう、何が来たんだろう。もうとりあえず、もう時間関係なく10個いったら答え合わせします。わあ、間違えた。急がなきゃ。よいしょ。この段階で何書いてるのか、僕も分かんないですけど。いや、ドキドキ。分かったらすごいな。分かったらすごい。画力がなさすぎる。次の人に分からせるゲームなんだけど。画力がなさすぎる。はい、次。はい、次。はい、はい、どうぞ。たったった。はい、バイバイ。さったった。画力がなさすぎる。わかる。まず、マジで分かんない。すごい。よく分かるな、あれ。あ、やっぱ一番お姉ちゃんだからね。分かるんだろうな。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。さよなら。さよなら。え、何これ。え、マジで分かんない。違う、その前が分かんない。まあいいや。そう、前は分かんなくていいの。あ、そっか。その次は分かれば。チャララ。この順番がやばいんじゃないのか。パレさん、早く帰って。この変な BGM に惑わされて。いや、なんかね、BGM はあったほうがね。そう、BGM はあったほうがいいよね。タラッタタタタン、タラッタタタタン、タラッタタ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 味のなめろうを作ります。で、急にどうしたの。早く。後ろの二人の方がうるさいじゃん。すげえ。わたさん、あ、いいよ、もうそれでいいよ。今のでいいから、今のでいいから。もう諦めていいから。次の人につなげばいいから。はい、どうぞ。ペンちょうだい。はぁ、あら、こっちから来たのね。はぁ、続くやつが分かんなくて。はい、どうぞ。大丈夫、大丈夫。うん、
は？で、は難しい。え、ここはわかる、ここはわかんない。うん、ええー、わかんない。うん、早く書いて。え、なんかよくわかんないから書いとこう。わかんないよね。まあ、後で答え合わせの時に辻褄合わせれば。はい、次、はい、バイバイ。全然わかんない。はい、何でしょう。その続くやつがわかんなくて。なんで、わかんない。なんでこっからこうなったんだ。それを書くのもわかんなくて。まあいいや、でもあと一巡したら終わろうかな。ぬがわかんない。ぬじゃないもん、あれ。絶対これ、ここで、あれだよね。それ、多分一番適当だから。それ、多分意味ないと思う。え、違うんだ。はい。え、わかんない。わかんないよね。まあ、字書いちゃって思うけど、それはいいよ。大丈夫。良いです。書きたかった。はい、書きたかった。はい、じゃあ、もう、はい。はい。続いて。ちゃちゃちゃーん。ちゃちゃちゃーん。はい。はぁ、あ。時間ない。はい、時間ない。ボイパやりたい。どうぞ。どうぞ、どうぞ。できないのに。今何個だっけ、はい、え、早いね。いいね、このスパンでいこう。はい、はい、じゃあ最後。これが最後です。お、最後。うん、何が来るかな。ワクワクドキドキ。はい。はい、じゃあまず皆さん出てきてください。かけた数が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9個書きました。はい、まず9個は書きました。はい、はい、で、ここから一番最初が分かんないんだけど、しりとり繋いでいきましょう。はい、じゃあ最初に書いたニーナさん、これ何ですか。馬です。はい、これ馬です。馬なのね。うん、はい、これは何ですか。丸です。馬、丸。はい、ここは合ってます。はい、合ってます。はい、これ僕も分からなかったけど、これ何、これ。ルビーだよね。あ、ルビー。え、分かった。ありがとう。ルビー、すごい、合ってます。ルビー、分からなかった、ごめん。 B だからそうだよ。これは犬です。これビーグル犬かな。ルビーイーなんで犬です。うん、ルビーイー、あ、そっちから来た。そういうこと。え、待って、うちルビーで伸ばしたからビリ君と思ってた。はい、じゃあ犬ね。合ってるじゃん、これ合ってる。いつもルビーイーで言ってる。あ、やべえ、そしたらうちやべえかもしれない。合ってる合ってる。ヌこれはよく、もうそんな感じです。塗り壁です。塗り壁。これ、あ、そうなの。え、うちごめん、うちトーストだと思って。だって黒いじゃん。焦げてる。そしたら、こっから変わってくわ。そうやべえやべえ。これ塗り壁、はい。やべえ。塗り壁ね。これは、これは何。はい、どうぞ。トマト塗り壁。トマト。これ罰になるよ。もうちょっとなんか粘ろうか。じゃあ、だってべから始まる。なんかに なんかいや、言ったもんがさ。べ弁当なわけないの。弁当の具。あ、まだ紅色のトマト。紅色トマトです。あ、でもね、トマトいろんな種類あるからね。あ、じゃあトマト。はい、次が時計ですね。時計、あー、はい。そしてイカです。あ、イカ、はい、はい、イカ。カメ。カメ、あー、すごい。カメ。やべえ、お菓子いなくなった、おかしくなった。紅色のトマト。ということで、なんとバスラジョーカーさん全問さん。すごい。もう一箇所ちょっと僕の甘さが出ますけれども。完全に甘さが出ましたけれども。まあでも本当は何書いたの。え、本当はトマト、普通のトマト。これは分かんなかったから。え、なんかトーストに見えて。あ、トーストね。で、なんかこれを。Thank you.
ということでエンディングでーす。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はいね、歌も4曲歌っていただいて、はい、はい、あ、そうそう、まずじゃあ告知やりましょう。告知、はい、はい、私たちパステルジョーカーは5月からマイスタという動画配信を始めました。マイスタは毎週ごとにテーマがありまして、うんうん、そのテーマで1位、2位に入るとマイスタフェスタという大きなイベントに出られることを、うん、出られるんですけども、うんうん、私たちパステルジョーカーはもう目標はメジャーデビューなので、うんうんうん、もう第一歩として、マイスタフェスタに出たいので皆さんご協力お願いします。お願いします。それはマイスタ、まあ、皆さんのツイッターとかから告知はされるのかな。はい、はい、されてますね。アプリのダウンロードっていうか、なんかマイスタって検索してもらって、それをアプリをインストールしてもらって、するとそうで、みんながなんかやってんのね。そう、みんな個人 LINE でも、LINE じゃないや、個人ツイッターでも、うんうん、PJ の公式ツイッターでも、うん、毎週やってます、応援よろしくお願いしますってツイートしてるので、そこからも飛べます。飛べます。飛んだらなんか見れるのね。はい、はい、なんかそのテーマがありまして、踊ってみたとか、そう、歌ってみたとかありまして、で、今回は、うんうん、その自分たちで流行ってるもの、ほう、今週のテーマは流行ってるものを、おうおう、なんか撮ってみたという。なるほど。じゃあいろんな自分たちの撮った動画が、はい、撮ってますので、よかったら楽しめるということで、はい、チアというものを、なんかここら辺にチアがありますので、そこポチポチポチ様のボタン。その説明だとよくわかんないけど、とにかくあるのね。ごめんなさい。わかりました。説明もあのツイッターに載ってますので、よかったらお願いします。お願いします。ツイッターを見てください。よろしくお願いいたします。そしてですね、はい、私たちは今、ミリオンリーグバトルっていうライブに出演しておりまして、それがですね、渋谷のサーカス東京さんっていう箱でやらせていただくんですけれども、そちらね、動員ポイントと、うん、その入場者数に、入場者様たちに、まあ、ポイントがあるのね。ポイントを配られるんですけど、そのポイント、入れてくれた投票ポイントと、あとアーシャポイントで、その月で2位までに入った人が1位、入ったら、まあ、とにかくそれもやってるので、ぜひ応援してください。そうなんです、ごめんなさい。よろしくお願いいたします。お願いします。すいません、グダグダで。ごめんなさい。ツイッターをお願いします。はい、そしてブログもお願いします。お願いします。